はい、どうもサオでございます。今回はね、鉄槌ガチャ、正義の鉄槌ガチャ来たので、まず武器の性能をね見ていこうと思います。まあ、ね、他の実況者がね、長々と説明しているので、パパッといきましょうね。パパッと、欲望メダルね。はい、まずスノーホワイトのねクラッシャーが来ましたと。これはね物理攻撃がねめっちゃ上がる職業です。まあ、近接職の人はねめっちゃ欲しいかなって思います。で、こちらがね、スノーホワイトの現、ジョブを解放する武器になってますが、ちょっとね、物理大ダメージを与えるのみの効果なのでね、まあ、この武器自体は普通の性能かなって思ってます。で、こちらがね、人魚姫の、ブレイカーをね、解放する武器です。救命持ってますね。この武器の方が僕強いかなって思ってます。まあ、幻突もしやすいしね、こっちの方が武器としては当たりかなって思ってます。まあ、救命あるだけでめちゃくちゃ助かりますからね。はい、そしてエリス。まあ、この軽減ね、大軽減が20秒でね、この20秒で何ができるのかわかんないですが、このね、レベルマックスでね、4000近く、3800か、近く、総合値が上げられるので、火力アップとしてのナイトメアかなって思ってます。この効果自体はそんなに使いやすくはないかなっていう。そして、こちらね、ショーアップ武器、大ダメージなので、まあ、使いやすいかなっていうね。はい、再開の汽笛。こちら物理防御、物理、魔法防御、ダイアップ。使いやすい。これも使いやすい。はい、こちらね、大回復ね、2人なんで、使いやすい。ということでね、まあ、武器単体としての評価ね、これが、ね、ちょっと普通の武器かなって思うんですが、まあ大体 SS 武器なのでね、こいつステータス高いし、まあ全部当たりですね。ということで、ガチャをね、引いてリアクションを取るね、仕事をしていきましょうか。1131個ありますのでね、まあ、何連引くか分かんないですが、行きましょう。まあ、ちなみにもう20連引いちゃってね、大爆死を遂げております。まあ、普通に出てくれればいいんですが、なんか渋いっすね。さあ、紐をね、取れよう。取れないし、これ絶対1個のパターンでね、知ってた。うん、知ってた。あ、2個になったけど、まあ、だからといって、まあ、確率がね、上がるわけではないので、さあ引いていきましょう。はい、全部オーブンオールでいきましょう。 SS 来い。ダメだ、全然いらない。 OK、 次いきましょう。さあ紐を取れてくれ。もう紐取れないと俺何も期待してないですからね。取れろよ。あ、1個ね。はい、1個パターンでございます。渋いっすね。シュン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 と、おお、 SS 再開の汽笛が出てしまった。まあ SS 出たのでいいでしょう。はい、行きましょう。30連目、まあ50連目ですけど、紐取れろよ。取れちゃおう。取れない。 OK、 あ、いっぱいある。もう1個増やして。出ない。おい、出ないぞこれ。もう1個増やしてくれなかった。来い、解放されろ。解放されてください。なんで S のさ、あればっかでんの、杖ばっかで。はい、大増量してきました。これでも出なかったね。メダルで交換しますわ。ナイトメアとジョブどっち解放しようかなって思ってるんですけど、出てよ。そんなこと言ってたら出ちゃったみたいなさ。1個はもうやめない、もう。うん、2個もさ大差ないし、1個はさもうね、望み薄じゃないですか。まあ、さっき SS 出ましたけれども。さあ、来ない。OK、来ない。さっき引いたそれ。あ、バカか。ちょっと待てよ。頑張って。紐外れよ。もう、紐ね。紐いいでしょ、もう。紐はいるんだね、まだ。はい、2個。バゴーンと。頼む。さあ来い。ぬい、杖ばっか。杖がすごい。杖ばっか。もうこの調子で多分大爆死して終わりそうな気がするんだけど。いやー来い。あ、いっぱいある。もう一個増やして。あ、もう増えないんかい。いけ。杖
杖じゃない。ハンマー。渋くね。マジ。はいはい、行きますよ。もうね、お金持ちじゃないんだから、出てください。あー、2個。もう1個、増えよ。よしよしよし。増えた。出ろよ。エリスでいいよ。タン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 。あー、杖やばくない？リンネ転生。あ。あー、来た！来た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 ！来た来た来た！エリスいただきました。ありがとうございます。じゃあ、どうしよっかな。もう、ジョブ解放して終わるんで。じゃあ、あと一回引きましょうか。ああ、よかった。死ぬかと思った。SS の武器出てねえけどな。お、いいんじゃない？確定みたいな、でも。ソンソンソン。はい。あ、忘れてた！出てねえじゃん。やっと出たわ。人魚姫ほんとかわいい。それ、輪廻転生何個出んだよ。ちょっともう一回行きましょうか。ちょっと、とつりたいんですよね。忘れてた、あれ。ラストにしましょう。もう、引かないです。もう撤退。気持ちよ、気持ちよ。上に上がっていく。あと一個増やそう。あ、増えた。何も言わないで増えた。増えたよね。オッケーオッケーオッケー。さあ、ラスト行きましょう。スノーホワイト。見たいよ、ジョブ解放。ダメか！ダメだ！まあ、ちょっとエリス当たったんで、じゃあ、メダル交換でジョブ解放しちゃいましょうか。何個引いた？はい。というわけで、定義の鉄槌ガチャは、撤退ガチャです。もうこれで渋いけど、まあ何とも言えないんで、課金は計画的にということで、まあ、今回の動画以上になります。で、今度ね、またね、なんだっけ、聖堂に救う悪夢をこのね、クラッシャーで行ってみようと思うので、よかったらご視聴ください。それではね、ご視聴ありがとうございました。